司法書士試験最短で合格したいなら答えはリアリ。司法書士試験の講師の松本と申します。リアリスティックチャンネル、今回すごい豪華なゲストの方にお越しいただきました。宅建士試験の講師をされている宅建宮崎塾の代表であります宮崎先生です。宮崎先生、よろしくお願いします。宅地建物取引士になる、一緒に頑張って絶対に宅建士になりましょう。宅建宮崎塾の宮崎信也です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。宮崎先生のお決まりのご紹介、このキャッチフレーズ聞けてよかったなと思うんですけど、宅建士試験ご存知の方は、知らない方はいないと思うんですけど、私のチャンネルなんで宮崎先生もしかしたら初めてという方もいるかもしれないんで、簡単にご紹介させていただきたいと思います。今ですね、宅建士試験の講師の中で御三家と言われている先生で、宅建士試験の講師業界の中ではおそらく1番2番に有名な先生だと思うんですけれども、かつては予備校に所属されてたんですけど、今はご自身で宅建宮崎塾を立ち上げられて、まあ、ただご自身の予備校だけではなくて、他の大手の予備校さんとかでも講義とかをされていると、そういった先生になります。著書も本当に紹介しきれないぐらいいっぱいあるんですけど、私も先日いただきまして、サイン付きでいただいたこういった地方経済社さんの本とか、いろんな書籍も出されている先生になります。ではですね、そんな宮崎先生と司法書試験と宅建士試験について、これ結構親和性が高いのでいろいろとお話ししていきたいんですけれども、まず一つ目のお話として、司法書士試験後に受ける試験、司法書試験毎年7月に行われるんですけれども、そこから合格発表まで3ヶ月ちょっとあるので、結構司法書試験の受験生って勉強好きなので、この時間にまあ勉強してしまおうと、他の資格取ってしまおうという方がいるんですけれども、まあ、私のおすすめは行政書試験とか宅建士試験で、業務的には宅建士試験の方が重なってるんで、宅建士とかおすすめしてるんですけど、宮崎先生、ここら辺どのようにお考えですかね。司法書士の試験を受けてから、宅建試験が10月の第3日曜日に開催されますので、十分な準備時間取れるんですよね。司法書士の受験生合格者のレベルであればですね、もうある程度民法の学習ができてますので、宅建試験の受験で一番苦労するのが民法関連なんですよね。で、そこを十分学習準備ができているということで、それ以外の借地借家法ですとか、もう皆さんおなじみの不動産登記ですとか、分譲マンションに関する区分所有法ですとか、この辺をもう少しこう掘り下げて学習することができて、将来の業務にも役立つ。さらには農地法などのいろんな法令規制を学び、まあ税についてもちょこっと学んで、で宅建業法で不動産の土地や建物の売買に関するいろんなですね、宅建業者向けの規制を学ぶことができますので、学んどいて損がない、おすすめの資格は宅建試験になります。で、私も二つの点でおすすめだと思ってまして、まず一つ目が、まあ、試験の中の親和性ということで、重なってる科目が多いので、司法書試験、民法メインなんですけど、宅建士試験って今、民法は何問出るんでしたっけ？問いの1番から問いの10番まで10問出題されます。50問中10問、20% が民法ってことですよね。はい。宅建試験の受験生、問いの1から問いの10の問題の正解率がすごく低いんですよね。ただ、10問で得点を多く稼ぐと、もう合格までもあっという間にたどり着ける、そういった状況でもあります。そうすると、司法書試験の受験生の方は、宅建士試験で普通の宅建試験の受験生の方が弱いとこをほとんど全問正解できるような状態で始められるってことですかね。そうなんです。それプラス不動産登記法とか、あとたまに登録免許税法が出たりとか、区分所有が出るとかいうことで、試験的なこういった重ねもあるんですけど、2点目ですね、大きいところが業務がすごく重なってるなということで、まあ、司法書士の不動産登記っていきなり登記から始まるんじゃなくて、まあ、まずは不動産の売買、そういったところが始まっていきますので、それについて先に学習するのが実は宅建士試験の知識なんですよね。そうですよね。不動産の売買に関わるお仕事を司法書士の先生はされますので、不動産の売買の場面のことをいろいろ学べる。で、さらには今年ね、令和6年の宅建試験からも実際の山になりますけれども、相続の登記、登記の例外で申請義務があるようになりますけれども、相続を含めたこういろんな相談ごとに乗ってあげたりとか、アドバイスで、その相続のその先にある、じゃあ不動産をどうしようかと、今のまま有効活用しようか、あるいはこの機会にこう売却しようかとか、あるいはもう管理をお願いしようかとかね、まあいろんな選択肢がある中で、不動産に関することを学んで、そこからやっぱり司法書士の業務にこうつながっていく、まあ、相談業務でね、司法書士の先生に相談したい場面もいろいろあるんじゃないかなと思うんですよね。そうなんですよね。司法書士の業務って登記が一応業務になってるんですけど、いきなり登記の相談が来るとは限らずに、例えば親を相続してこの不動産どうしましょうかって売りたいと思ってるんだけれども、その場合には まずは相続登記をして売却するとかっていうことで、まあ、最後で実は登記が出てくるんで、その前の不動産に関する知識がないと相談乗れないとか、形式上最後登記
登記してるだけになってしまうんで、実務で学ぶことはもちろんできるんですけど、それだけじゃなくて、まあ、せっかくなんで宅建試験の勉強で学ぶっていうのはすごいいいかなと思います。合格者の方から何勉強したらいいですかって言われた時に、司法書士の資格とかどうですかとかっていうこともあるんですけども、その資格以外の部分でその相続のことを勉強した方がいいよと、お父さんが大きく動く場面っていうのは相続からきっかけになって動く場面が多いよってことでね、まあ、相続系の資格も結構あったり、その相続の資格ごとにまたお金かかるようなこともあるんですけど、まあ、相続のこと広く学んどいて絶対損はないなっていうのは結構、はい、確信がありますね。特に今年から相続登記義務化されますので仕事は絶対増えてきますしね。はい、そういった形で、まあ、試験と業務の親和性があるということで、まあ、宅建試験目指すのを私もお勧めしてて、まあ、実は私も2010年に司法書士試験受けた後に宅建士試験、まあ、当時は宅建試験ですかね、受けて受かったんですけど、私はですね、大体勉強期間として宅建試験の1ヶ月前ぐらいから始めて合格できたんですけれども、一般的に司法書士試験の受験経験があれば 1,2 ヶ月すごいちゃんと勉強したら宅建試験合格できるものですかね。実際に昨年いらっしゃったんですけども、書士の資格合格されてる方とか、行政書士の試験合格されてる方とかは、宮崎塾にその最後の1ヶ月ぐらいで、先生これから勉強するんですけどって、二人とも受かったので、もう余裕持って2ヶ月見てもらえばもう十分で、1ヶ月半あればもう大丈夫でしょうね。1ヶ月も大丈夫だと思います。みんなちゃんと勉強できてれば、試験の合格に特化した、ここは取れるはずだから、ここだけやってってアドバイスを実際にできますので。そうすると、まあ、司法書士試験7月に終わるんで、まあ、ちょっと1ヶ月ぐらいは、ちょっと休んでいただいて、ね、まあ、8月の半ば頃から本気で始めれば全然まだ間に合うということですね。松本先生のところで司法書士の学習されている方楽勝だと思います。いえいえ、まあ皆さん気抜かないでちゃんとやってほしいんですけど能力的には50問中まず10問をある程度取れるところ始まるんで結構有利ってことですもんね。なんか読み取る力が大きいですね。なので暗記型の学習してる方は今宅建試験でも苦戦する傾向があるんですけど、ちゃんと法律の文章を読んで理解する、用語の意味とか法的な考え方とか理由付けの部分とかを丁寧に学習してる方は今の宅建試験はすごく受かりやすいので相性がいいかと思っております。最後に宅建士試験ということで、私2010年に合格したんですけど、当時って正直宅建の試験って暗記重視で、語呂合わせで記憶するとか、あと民法も正直過去問の焼き回しみたいのしか出なくて、過去問を5年分とかやっとけばなんとなく合格点取れたみたいな試験だったと思うんですけど、今結構変わってるんですよね。今結構変わりまして、特に2020年以降は、民法大改正以降はもう傾向がガラッと変わって質が変わりましたね。単なる丸暗記で取れる問題減ってきたので、丁寧に法律的な学びを、司法書士の学習を通じて積み重ねた受験生は、宅建試験でも受験で有利になりますね。私は実は最近の問題、民法の問題は宅建試験の問題見たんですけれども、これはまあ結構考えさせる問題で、司法書士試験で出題されてもおかしくないような問題が出てるんですけど、民法だけじゃなくて宅建業法とか法令上の制限とかでも単純暗記だと厳しい問題が増えてるんですかね。一般的に宅建業法は50問中20問出るんですけども、過去問やれば大丈夫だよみたいな話がすごく多くて常識になっちゃってるんですが、実際宅建に分析しますと、昨年の令和5年の問題に関しては、過去問題集を例えば試験会場に10年分持ち込みましたと、それでも去年の本試験問題で過去問題集見ながら解いても同じものが載ってない、1点取るために必要な情報が載ってない問題って5問ぐらいあるんですよね。一昨年の令和4年は20問中の3問ぐらいが過去問題集を仮に試験会場持ち込んでも載ってない。ただ過去問題集のただこう丸暗記だけだと対応できない問題が、まあ大体今3問から5問ぐらい狙われてバランス調整されてるなっていう状況なんですよね。しかもそれがちょっとずつ増えてってるってことなんですかね。去年は法改正が多かったからたまたまのような気がします。なので今年はおそらく過去問暗記じゃ通用しないというか、そのまま丸暗記じゃダメだよっていう問題おそらく3問程度じゃないかなと思うんですけどね。そうすると、うん、権利関係よりは宅建業法とかの方がまだ今でも過去問で対応はまだしやすいってことなんですね。ただね、同じ文章で出てくることが本当少なくなりましたね。同じ論点同じポイントを問う問題でも問われ方が違ったり事例を変えてきたり、読み取る力とかがないとせっかく点取るための知識持ってても得点につなげられないとか、集中力が下がってきたところで読み取りミスをしてしまう受験生がすごく多いので、あと読み取るトレーニングとか2時間以上の試験でこう集中しての臨む、司法書士って午前と午後とあるじゃないですか。はい、合計5時間もあります。相当そう集中力をトレーニングされてますので、それも有利かなと思ってます。じゃあそうすると過去問と同じ知識でも近年の試験はちょっと形変えて出ることがあるんで、これって、はい、まあ、私たち講師からすると同じ知識でしょと思うかもしれないですけど、解く人からすると過去問解いてても解けないっていう人が出てくるんですよね。そうです、そうです。で試験会場で難しくて全然ダメだったのに、後で振り返ったらなんでできなかったんだろうみたいなね、そういう感想を持つ方がやっぱこう読み取り苦手な方には多いですよね。なるほど。そうすると本当にちゃんと理解して記憶して
てないといけないので、同じ知識があるっていう人でも、きちんと理解して記憶してる人と、単純に過去問の選択肢を覚えてる人だと、多分今の試験だと宅建業科でも取れなくなってるのが増えてるってことですよね。そうなんですよね。そうしますと、司法書士の受験生の方が宅建士試験7月以降に対策するとなった時に、でもその時期だと宅建試験の直前期ですよね。直前期学習するときは、先日宮崎先生から宮崎塾の直前期のまとめ本ですね、こちらをいただいたんですけど、こういう形でも表とか図がすごく多くて、ポイントのまとめを、まあ、太字とか図とかで分かりやすく表示してるってことなんですけど、知識的には多分これで正解できると思うので、司法書士の受験生、読み取り能力があったらこういった教材だけでも合格点取れるってことですかね。そうなんです。絶対真似できないと思うんですけど、今までの最短がこのまとめ集だけ使って3日間で合格した受験生がいました、2020年。これはね、真似しようとしてはいけないんだけども、今まで歴代最短は3日です。確認必要なものが全部詰まってて、毎年のようにね、1週間で受かりました、10日間ぐらいで受かりましたって方がやっぱりいるんですけど、もう時間的に過去問題そんなにやる余裕がないから、このまとめ集使った超特急合格講座というものをね、 YouTube 上で無料公開しますので、もうこれをもうひたすら繰り返して、これで合格しちゃう方がね、毎年にたくさん出るんですよね。これって教材代だけで3、4000円ぐらいでしたよね。書籍版3800円で、一部ダウンロード版だと権利関係だけだと1000円。法令上の制限税価格で1000円。宅建業法は無料ですから、よかったら宅建業法の無料のものだけでもお役立ていただいて、あ、これほんとこれだけで宅建業法高得点取れるっていうのを体感していただきたいですね。じゃあそうすると出費が1万以下に抑えられて、あと講義は無料で YouTube で見られて、それで司法書士の受験生だと、まあ、読み取り能力とか、あと理解力あるんで合格できる可能性もあるってことですね。そうですね。まあ、あとは具体的には過去問題を宅建業法だけでもやっておけばね、宅建業法とそれから特典の取りやすい農地法、国土利用計画法、今年法改正があります盛土規制法、比較的特典が取りやすいところを学習しておくと、もうそれだけで合格点乗ってくると思います。じゃあそれで、まあ試験は合格までは行く人も結構多いと思うんですけど、ちょっと私の本音としては、宅建士試験受けるのがまたに資格取るだけじゃなくて、仕事になった後に不動産関連の知識をちゃんと理解して、不動産業者と話せるとかお客さんと話せるようになってほしいん で、そうするとこのまとめ本で効率よく合格するともいいんですけれども、それだけじゃなくて、宮崎先生のその前に行っている講義形式の講座とかですよね。それはもっと分厚いテキストを使って、ちゃんと理由付けとかを細かくきちんと説明してくださるってことですよね。12月1月冬春から学習する方の向けの講座は、ちょっと丁寧にですね、この宅建試験でどんな問題が出ても得点が取れる、そういった学びを提供しているものなんですね。夏から始まる直前期向けの講座もありまして、毎年3万8000で提供してるんですけども、ちょうどですね、8月の半ばぐらいから残り2回、はい、で一気に50問中の40点以上を超えていくような講座として、超特急合格講座の教材セットというものも提供します。そうすると司法書士の受験生だと7月か8月ぐらいから始めるんで、その夏から始まる講座ですかね、合ってるのは。おすすめですね。司法書士の受験生の皆様が、もし宅建試験をより確実により高得点で、不動産、はい、土地や建物の法令制限とか、土地や建物に関する税のことを学びたいということであれば、ぜひね、ご検討いただけましたら幸いです。私はぜひそこまでもちゃんと学習してほしいかなと思います。単に資格取るだけじゃなくて、きちんと不動産関係理解した司法書士になってほしいので、宮崎先生の講座とか教材興味ある場合は、どういったサイトから購入するとか探せばいいんですかね。ストアーズ宅建宮崎塾というところに商品案内のページがございますので、ストアーズ宅建宮崎塾で検索していただくか、あるいは宮崎塾の公式ホームページがありますので、宅建宮崎塾で検索していただけると、まあ、どちらかにはたどり着けるかなと思います。この動画の概要欄にもそういったリンク貼っておきますので、夏の講座とかだとまだ出てはないと思うんですけれども、それを司法書士試験終わった後とかにチェックしていただいて、宅建士試験の講師の先生の中では本当1番2番に分かりやすい先生だと思いますので、私はおすすめです。じゃあ宮崎先生、本日いろんな話をお聞かせいただきましてありがとうございました。どうもありがとうございます。ご視聴いただいた皆さんもありがとうございます。はい、ご返しとっていただきたいと思います。司法書士試験最短で合格したいなら、答えはリアリ。司法書士試験に最短で合格するには、どうやって勉強を進めるか、どんなテキストを使うか、この2つが重要です。リアリスティックなら、合格から逆算した誰でも実現可能なカリキュラムだから、無理なく学習が進められ、講師自らが丁寧に学習方法も教えてくれるから、どうやって勉強したらいいのかわからないという不安もまるっと解決。テキストは初心者にも分かりやすい内容で、しかも著者本人が一緒に書き込みながら講義をするから、分かりやすさに定評があります。だから直近5年で累計100名以上の合格実績。司法書士試験最短で合格したいなら、答えはリアリ。詳しくはリアリ講座で検索。
辰巳法律研究所。